皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは失敗確率を減らす起業開業の考え方についてお伝えしていきたいと思います。まずですね、最近の傾向で言うと、起業したい開業したい、特に教室起業とかですけどね、の方が増えているのは事実です。でその時に、面談とかをねさせていただいたりとか、お悩み相談とか、マーケティングリサーチも兼ねてですね、たまに無料相談会みたいなのやったりとかするんですよ。でその時に驚くのが、いや、なりわいとしてっていうか、お仕事としてですよ、お仕事としてやろうとしているのに、いや、あまりにも無謀でしょうそれは、みたいなお話とかを聞くケースが多いので、要はそれを知らずにそうするからうまくいかなくて辛い思いをするっていうことなんで、最初から知ってて辛い思いをするっていうのを知ってて辛い思いを選ぶ分にはいいじゃないですか。だからギャップがかわいそうなのが、ご本人はうまくいくと勘違いをしていてうまくいかなくて失望するっていうことになるので、そもそもそれはうまくいくことなのかうまくいかないことなのかっていうことぐらいは知っていた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思い、そんなところの指標ですね、ちょっと今日はお話をしてみたいというふうに思っています。はい。でこの失敗の確率を減らす企業間業の考え方っていうのは、別に企業じゃなくてもですよ、例えば教室の先生だったら新しいレッスンを作るとか、新しいものを構築していく時にも同じ考え方になっていくので、そういった方にもご参考になる話だと思うんですよね。はい。ではね、まず最初の1番目のポイントをお伝えしますよ。はい。一つ目がですね、調査です。調査何したらいいか分かりませんとかいうね、そのレベルかなりやばいですよ。はい。調査っていうのは、要は自分がやろうとしていること、起業しようとしていることの、最低でも規模は調べてほしいっていうところですね。例えば私がパン教室を開こうとした時に、パン教室が当時どれぐらいあったかっていう規模感は分かんないですよ、正確な数字はね。でもね、正確な数字である必要はないです。例えばとある大手、そのパンも教えてるような協会というか、事業体といえばいいんでしょうか、そこね、某協会があったとして、でそこで当時の私が調べた時には、そこに属している自宅教室業と言われるところが、2万件ぐらいあったんですよ。2万件ぐらい当時ね、今もっと増えてると思いますけど。で当然その規模のところがその人数いるっていうことは、人数というか教室があるっていうことは、似たような規模の大きさのとこ同じような参加の人がいてもおかしくないし、半分だとしてもじゃあ1万かとかっていう、そういう規模感がありますよね。全部がフル稼働してるわけではないです。月に1回教室やってても教室って名乗ってるところもあるんで、そこまで入れたらもっとすごい多分数になると思うんですけどね。で当時私がもう一個調べたのが、ホームベーカリーの出荷台数ですね。自宅に要は、飽きて使わなくなっちゃったりすることとかあるんですけど、ホームベーカリーを買ったっていうその実績ですね、年間出荷台数。当時が第三次パンブームが来ている時だったので130万台だったんです、確か。ってことはパンらしきものを家で作って食べているという人口が130万人いるわけですよ。万人というか万世帯。これすごい数字ですよね。っていうバランスを考えて、例えば自分が教室業でパン教室を仮に選んだ場合に、なんていうんですかね。欲しい人が来てくれる確率高そうじゃないですか。だって年間100人もいればいいんですもん、人数的には。延べ人数で言ったら、もうちょっといた方がいいのかもしれない。年間100人っていうのは、要は繰り返し来てくれる人はですよ。延べ人数だったら、月に80人くらいとかだったら1000人くらい欲しいかっていうところにはなりますけれども、顧客出だしは、顧客100人、200人いれば嬉しいなっていう、そういうレベルだとしたら規模が大きいので、いける可能性高いよねとか、あと、競合他社になるような、
自分は私当時綱島という横浜の地域なんですけど、そこで開業しようとしていたので、まあ少なくとも天然酵母パン教室横浜、まあこのキーワードでどういう教室があるのかっていうのは少なくとも50件ぐらいは調べますよね。はい。で、そのそれぞれの教室がどういう特徴を持っていて、で私の教室とどう明らかに違うのか、で私の教室がそこと比べても1個しか持ってない特徴が、強い特徴があるとしたら、やっぱりそれを前面に押し出してやっていきますよね。それが皆さんから求められるものだったりする場合には、ここも結構ポイントになるんですけど、あの他と違ってるからって皆さんが通いたい内容でなかったら、あの全然それって人を集められないんで、そこは勘違いしない方がいいんですけど、まあそういう競合他社調べね、最低50個ぐらいはホームページ見てほしいですね。でさらに範囲を広げます。横浜で調べたものを今度は東京という言葉も入れて同様に調べていきます。その状態でも、あ、自分は関東首都圏でも特徴のある教室だなというふうに思えれば、全国区に大体通用するなという印象があったので、それでカリキュラムを組んでいったりとかっていう形なんで、まあ下調べはそれなりにしているということですね。いろんな角度から、今ちょっと大きなとこだけ言いましたけど、もちろん他も あるんですよ、いろいろ。だけど大概開業しようっていうのに、その同業他社のことを知らなかったりとか、まあ、結構衝撃的な話とかをよく聞くことが多いので、なりわいでやっていこうというふうに思うんだったら、やっぱりしっかりその目線で事業がうまくいく確率が高いかっていうのを考えた方がいいですよね。だからその業界自体がちっちゃすぎると、ニッチの中で一番取るっていうのも全然悪くないんですけど、電子書籍とかを書くときに習ったあれなんですけどね、要は受け入れられて売れるテーマはそのニッチなとこを引いてってもいいんだけど、その業界の規模が20万件ぐらいウェブサイトで探したときに、そのキーワードでもう内容が出てくるような内容がテーマなら、まだ売れる確率はあるっていうふうに言われていて、それで電子書籍のテーマを決めたりとか、そういうことをやってたんですよ。なので調査が、まあ、特に教室の先生は女性の先生で、あまりお仕事をサラリーマン的にやったことがない、まあ、なしくはサラリーマン的にやっていても事務職って、そういうマーケティングとか販促とか営業っていうところで縁遠いお仕事をしていると、売れる商品なのか売れない商品なのかっていう感覚で商品を見る、まあ、商品というのは今回の場合自分ですよ、開業する自分の教室が売れるのか売れないのかっていう観点で見ることができなくて、ただやりたい、困ってる人を助けたい、日本の食生活に貢献するんだみたいな感じでやると、また大概うまくいかないっていう、だから調査が足りてないっていうケースが多いのが一つ目のケースです。二つ目はこれも結構な感じなんですけど、売れるものを優先するっていうことですね。はい。売れるものを優先っていうのは、自分がやりたいことより売れるものを優先した方が企業当初はいいですよっていうことです。好きなことで起業っていうことは全然私反対しないし、いいと思ってますよ。それは夢を叶えた方は OK なんだけど、それが世の中に求められてるものかどうなのかは、当然さっきの調査も含めてやらないといけなくて、私だったら教室として成り立つことを優先するので、自分がそこまで得意でない、好きではないかもしれないことでも売れるんだったらそれをやるっていう、そういうことはビジネス的にはやったりしたことはあります。ただしそれは詐欺のように騙して、売りつけるとかいうことではなく、世の中に求められていて、私できる技能はあるんだけれども、そんなに好きっていうほどの領域ではないっていうものもあるんですよ。だけどこの時は求められてるし、まあまあありかなっていうレベル、もう嫌いなものはやんない方がいいです。まあまあありかなっていう、その領域ですね。それができたりすると、まあまあの領域でですね、やっていくと求められてるから当然うまくいくんですよ。でそれやってるうちに好きになっちゃったりすることもあるかもしれないです。なので私の起業の開業の例で言うと、コンサルタントにもともとなりたかったんです。だけれども実績がないと信じてもらえないかと思ったから、パン教室を作って実績
満席教室を作れという実績を作ったっていう、そういう順番なんで、本当にやりたかったのはコンサルタントだけど、パン教室はそのための実績を作る。でも当然そのパン教室でだって、皆さんが喜ぶものを求めてくれるものっていうのは調査してレッスン作ってるわけですから、だから基本の姿勢は売れるものを優先するということです。じゃあ売れるものって何なのっていうのはやっぱ調査から導き出さないといけないんですよ。あとトレンド、世の中のトレンド、これ結構ね大事なんですよ。トレンドも乗せていくっていうことで、求められているものをトレンドの掛け合わせで、そこにプラス自分の好きが加われば熱量が上がるので、まあ、最強ですよねっていう、そんな感じになりますので、売りたいものより売れるものを優先した方が企業投資はいいですね。なんならもっと言うと、私は新しい講座を立てるときには、まあ、無料でもいいから、モニターレッスンをやります。でその時に感想とか聞いて、その講座を立てるか立てないか本当のやつですよ、決めるっていうのが多いです。あと新しい講座を作ろうというふうに思うと、概要と概略で欲しそうな人に意見聞いてみて、で買うって言って制約したら初めて商品作る方です、はい、そうすると残念な気持ちにならなくて気軽な感じで、気軽って言ってもちゃんと作りますよ、作るんだけど気軽な感じで作っていくことができる雰囲気になるので、そちらのね内容でやっていったりすることがあるので、売れるものを優先です。3つ目、チャンスを生かす。これも結構タイミング悪いと売れるものも売れないし、売れないものが売れちゃったりする時があるんですよ。だからこのチャンスを生かす、まあ、時流に乗るっていう言葉を言ってもいいかもしれないんですけど、このあたりをしっかりやっていくためにも社会情勢は把握する必要があります。で社会情勢も今だけじゃなくて、そのここが先1年から2年スパンでどういう状況になっていくか、まあ、コロナのように突然、ね、発生する、病みたいな、ああいうのは読み切れないです。だけどなった後だったらこういうサービスが必要なんじゃないかとか、こういう方向に世の中変わっていくんじゃないかぐらいの予想はできますよね。まあ、分かりやすかったのはオンライン化にはなる、昔からなるだろうと思ってはいましたけど急速に進んだ。でこれは悲しいことだらけなのかって言ったら、習いに行くことも会いに行くこともできなかった先生とオンラインだったら会えるとかっていう喜びが出たりとかね、必ず悪いことばっかりではないんですよね。なのでそうだっていうふうに理解したら、対面で教室を開業しようと思ってたけどオンラインにしようかっていう選択肢だってもちろんあるわけですよ。だからそういう意味ではチャンスを生かすだけでも自分の持っている力以上に時代が後押しをしてくれたりとか、まあ、風が吹いていればその風に乗って遠くに飛ぶこともできたりとかしますので、勘が悪い人はですね、なぜか逆風のとこに行くんですよね。私は見てると分かるんですけど、なんか前に進めませんとか言って言って、ものすごい風がいっぱい来てるところにこうやって歩いてってる人いるんですけど、本人は全然気づいてないですね。あるかにこっちの風に対してこっちを向いて背中を押してもらった方が楽なのにやらないんですよ。なぜだか分かんないですけどね。なので自我にこだわりすぎると時代にも乗れないし、売れるものっていうものに対する感が働かない、自我に自分のこうやりたいっていう我が強いから、そこはね、開業当初ね、志とか熱い思いは持っててもいいけど、これをやりたいあれをやりたいを強すぎると、まあたまに時代とマッチングするとめちゃくちゃバカ売れしたりする時とかありますけど、通常はうまくいかないケースが多いです。だからそういう時には冷静にですね、売れるものを売る、もうそれの方がね間違いない、失敗確率はかなり低いです。なんならお客さん目の前に連れてきて、でその状態で商売始める方がむしろいいっていう感じなんで、企業当初は、開業当時はファン作りを第一優先にしてっていうことはよく私お伝えしてるんですけどね。はい、ということで一応よく引っかかりがちな3つのお話をしてみました。ということでまとめをしていきたいと思います。失敗確率を減らす企業開業の考え方、1つ目は調査をしっかりする、2つ目は売れ物を優先して売っていく、3つ目は時流に乗るチャンスを生かす、
この3点を意識するだけでもだいぶ変わると思いますので、頑張ってみてください。それでは。